はい、久しぶりの説明動画になります。結構前に描いた絵なんでちょっと自分でも不安なところも若干あるんですけど、やっていこうと思います。今日は上腕三頭筋についてですね、上腕三頭筋の、筋肉のつき方だとか、あとトレーニングの仕方だとかについてちょっと説明していこうと思います。まず上腕三頭筋の起始と停止ですね。起始はどこにあるのかってことなんですけど、まず上腕三頭筋って三頭筋っていう感じで、外側頭、内側頭、長頭っていうふうに分かれてるんですけど、外側頭と内側頭は上腕骨の後面、だから上腕骨の骨に付着して、で、尺骨の中頭っていうところについてる感じですね。尺骨っていうのが親指側に頭骨っていう前腕の骨があって、で、小指側に尺骨っていう骨があって、ここの部分の肘の先の部分に上腕三頭筋は全部停止してる感じになります。で、まあ、上腕骨後面、同じ場所なんですけど、頭骨神経孔っていうのがあって、外側頭はその外側に、内側頭はその内側につくような感じになってます。同じ場所だけど、ちょっと位置が違うんですよね。で、上腕三頭筋、長頭だけ、肩甲骨の、肩甲骨の関節下結節ってところに、くっついてます。関節下っていう、この上腕骨と肩甲骨がくっついてる部分の、ちょっと下の部分に起始がある感じですね。で、まあ、停止は全部同じなので、尺骨の中頭になってます。で、上腕三頭筋は右上筋と呼ばれる筋肉になってます。上腕二頭筋だったり、他の大胸筋だったりって防水筋って言って、こういう風に一直線に筋繊維が流れる形になってるんですけど、上腕三頭筋は右上筋なので、こういう風にまっすぐではなくて、ちょっと羽みたいな感じで、斜めに筋が入っているような筋肉になりますね。スピードは出せないけど、大きな力が発揮できるような筋肉。で、上腕三頭筋長頭は、先ほど説明した通り、肩甲骨と、肩甲骨に付着して、上腕骨をまたいで、尺骨の中頭に付着しているので、二つの関節をまたいでます。なので、まあ、二関節筋ということになりますね。で、主な作用なんですけど、中関節の伸展。要するに、こういうことですね。肘を伸ばす。こういう動作で使われています。あと、上腕三頭筋長頭のみ、肩甲骨の方に起始があるので、肩関節の動きにも作用してきます。まあ、それが、要するに肩関節の内転。内転って言っても、こういう完全な内転じゃなくて、上に上げた状態から水平、この位置くらいまで内転の時に上腕三頭筋が使われる感じになるのと、あとは上腕三頭筋の、肩関節の伸展ですね。こういうのさ。だから、広背筋とかと作用が若干似てる部分があるので、ロープ売りだとかラットプルダウンとかしている時に、時々、腕の後ろ側が痛くなるって方がいるんですけど、そういう人はちょっと上腕三頭筋をこういう動作で使っちゃってるのかなっていうのを感じますね。で、中関節の伸展は他に作用してくる筋肉に中筋って言って、まあ、肘に筋肉って書いて中筋っていうのがあるんですけど、そういうのはほとんど、なんていうんですかね、筋肉こう肘を伸ばしていくときにはほとんど使われずに、もう上腕三頭筋が肘を伸ばすっていう動作の際にはほとんど使われます。中筋だとかは一応あるけど、関節包って言って関節のくっついてるところのちょっと液状の粘膜みたいなのを守ってくれるような保護するような役割になりますね。あとは上腕二頭筋だとかは手首をこう開外させる、手首の向きを変える働きだとかがあるんですけど、上腕三頭筋に関しては中関節の伸展にしか影響がないので、手首の向きを変えるような作用はあります。こういうふうに手首を開内させたり、開外させたりっていうのは、まあ、腕頭骨筋であったり、開内筋だったり、開外筋っていう別の筋肉が作用しているので、そこがまあ、二頭筋との違いなのかなっていう感じですね。はい。じゃあ次は、上腕三頭筋のトレーニングで、まあ、意識していくことだとか、組み方について説明していこうと思います。まず意識することなんですけど、まあ、どこを鍛えているかってことですね。上腕三頭筋って、肘関節をこう伸ばしていく動作が多くなるんですけど、結構ワンパターンになりがちというか、上腕三頭筋を鍛えてますっていう感じになっちゃってて、その、長頭狙いだとか、外側頭狙いだとか、内側頭狙いだとか、そういう個別に分けていくような意識が結構薄れがちな部位だと思うんですよね。ただ、腕を太くしていく上では、どの部位もしっかり発達させていく必要があると思うので、そのためにも自分が今この種目はどこを狙っているのか、外側頭を狙っているのか、長頭を狙っているのか、そういうことをしっかり意識していくっていうことが大切だと思います。で、次にグリップによる効き方の違いですね。上腕二頭筋の力って、こう、手首を開外させたり、開内させたり、そういう作用はないんですけど、結構アンダーグリップであったり、オーバーグリップであったり、こう、ロープを使っていったりと、グリップ結構、いろいろなのがあると思うんですけど、じゃあなんでグリップ、こういう作用がないのにグリップが違うと効く場所が変わってくるのかっていうのは、先ほど説明した通り、尺骨の中頭って言って、小指側にある骨の、この辺、にくっついてる感じなんですけど、これがグリップによって、ちょっと肘の小指の位置が
変わってくるので、肘のこの中等の位置がちょっとずつ変わってくるんですよね。なので、オーバーハンドでこういう風にやると、中等がちょっと外側を向くので、外側等だとか、そっちの方が狙いやすくなります。逆にロープにしたり、アンダーグリップにすると、尺骨の中等の部分が下をどんどん向いてくるので、中等だとかをちょっと意識してあげやすくなりますね。こういう肩関節の伸展のような動作が使いやすくなるので。っていう風に意識して、グリップもちょっとずつ変えていくと。まあ、全部を一緒にやる必要はないので、まあ、今日、前はこれをやったから今日はこれにしようみたいなので、しっかりどこを鍛えているのかっていうことを意識しながらグリップを変えていくってことですね。で、三つ目がコンパウンド種目をしっかり取り入れてあげるってことです。肘関節をこう伸ばしていく種目で、上腕三頭筋のトレーニング、結構ケーブルがメインになりがちだと思うんですけど、まあ、やっぱりその、他の種目でも、V でも同じなんですけど、コンパウンド種目、二関節動くようなトレーニングっていうのをしっかり取り入れていくことが、筋肥大に繋がってくると思うので、入れていくべきだと思います。まあ、足であればスクワット、胸であればベンチプレス、そういうような感じですね。で、じゃあ上腕三頭筋のトレーニングの組み方ですね。で、まず、1個目。長頭が二関節筋であることは説明したんですけど、それを意識してコンパウンド種目を行うってことです。まあ、ライングトライセプスエクステンションとかですね、こういう風になってから、肘をただ曲げるだけではなく、こういう風に肩関節もちょっとずつ動かしながら、ここを伸ばして、さらにここも伸ばしてあげる。上腕三頭筋長頭をしっかりストレッチさせてあげて、トレーニングしてこういったコンパウンド種目を行うことがすごい重要だと思います。で、第2に、二関節筋である長頭を、できるだけ関与させないようにするコンパウンド種目を行うってことですね。これは、内側頭をしっかり鍛えてあげるっていうトレーニングになります。で、まあ、なんで内側頭を鍛えていく必要があるのかっていう説明になるんですけど、まあ、上腕三頭筋って基本的には、外側頭と長頭が見えてて、その下に内側頭がある感じになるんですけど、まあ、ここがしっかり発達してくると、中から押し出されて、しっかり腕全体が大きく見えるっていう感じですね。上腕二頭筋でいうところの、上腕二頭筋じゃないけど、上腕筋が発達すると、腕が二頭筋とかが奥から押し出されて、ここの張り出しとかも良くなるような感じで、上腕三頭筋の外側頭と長頭をしっかり出させてあげるためにも、内側頭を鍛える必要があると思います。で、そういった種目で、長頭を関与させないようなコンパウンド種目っていうのは、ナローベンチだとか、ディップスだとかになりますね。こういう風に下ろしていくときに、肘はこう伸展するんですけど、肘はこう屈曲して伸びていくんですけど、肩関節はこういう風に伸展していくので、長頭は、長さがあんまり変わらないようなトレーニングになってくるんですよ。こういうのは長頭があんまり作用されないので、内側頭だとかをしっかり鍛えていくために必要なトレーニングになってきます。あとは、僕結構毎回説明すると思うんですけど、POF 法をしっかり用いた種目選択っていうのが大切ですね。どうしてもその、ケーブルだとかが大きく、使うことになってくると思うので、収縮系のトレーニングっていうのが大きくなってくると思うんですよ。なので、しっかりミドルレンジ種目、ストレッチ種目、コントラクト種目、そういうふうな、POF って呼ばれるものをしっかり使っていく必要があると思います。あとは、そうですね。肘関節って結構痛めやすいので、POF の通りにミドルレンジ、ストレッチ、コントラクトでやってあげることも大切なんですけど、ちょっと肘の調子が悪いなっていう時は、収縮系のコントラクト種目から入って、で、重さは使っていったり、ストレッチをかけていくっていうやり方がいいと思いますね。あと、さっきの、ポジションオブフレクション、POF 法の話なんですけど、ケーブルであったら、コントラクト種目は、基本的にスタンディング、こう、立ったような姿勢で、下に下ろしていく。これが一番下に下ろした時に収縮がしっかりかかるような種目になりますね。で、あんまり見かけないんですけど、個人的にはケーブルのオーバーヘッドはすごくおすすめです。レモンジムのチャンネルでもポパイさんとかがやってたと思うんですけど、こういう風に頭の上からケーブルを引っ張っていくような種目ですね。フリーウェイトに比べて非常に肘関節に優しい刺激になります。ただし、しっかり下ろした時にここがストレッチされるので、すごくおすすめの種目ですね。で、ダンベルであればコントラクト種目はダンベルのキックバックであったり。で、ストレッチであれば、フレンチプレスだったりっていう感じですね。だから、そう、刺激がワンパターンにならないように、いろんな、種目を選択していくってことが大切だと思います。ちょっとだいぶ早口になったんですけど、今日はこれで以上になりますね。ありがとうございました。みんな、今日の講義は分かったかな？分からないことがある人は、コメント欄に書いたこんがりが、しっかり解説するから。ぜひ、みんな、無理や。無理やな。意図が違う。